スパシット・ジョン・チー・ウィーワットは、ミューの愛称で知られる、タイの俳優、モデル、歌手、ソルン・タイプ、ターン・タイプにて主演のターン役を務めた。1991年2月21日に、タイのノンタブリー県に生まれる、妹が一人いる。高校は科学と数学を専攻し、カセサート大学ラボラトリースクールを卒業した。学士号取得のため、カセサート大学で、 産業工学を専攻し、第1級の栄誉を得て卒業した。その後、チュラロンコン大学で産業工学の修士号を取得した。現在は、チュラロンコン大学で博士号を取得中である。チュラロンコン大学で修士号を取得中は、ティーチングアシスタントをしていた。タイのドラマシリーズである、I am you are ング king にて、俳優としてのキャリアをスタートさせた。I am you are king 撮影前には、 オーストラリアの模擬デートリアリティ番組、テイクメアウトタイランドにキャスティングされた。その後、ピクニックデートやテーマ、パークデートなどをするスピンオフ番組である、テイクメアウトリアリティタイランドにも出演した。翌年には、ドラマシリーズ、ホワット・ザ・ダック・ザ・シリーズのプリー役にて、初の主役を務めた。シリーズの人気により、第2シーズンの撮影が開始されることが発表された。 ホワット・ザ・ダックにザ・ファイナル・コールは2019年3月18日に LINE TV にてプレミア放送された。2019年後半には GMM1 と LINE TV によるテレビドラマシリーズソルンタイプ・ターンタイプにてターン役として主演することが発表された。このドラマシリーズは大国内だけでなく海外でも人気を博した。毎回放送後には 同シリーズのハッシュタグが、ツイッターの世界的トレンド第一位となった。シリーズとメインキャストの人気から、主演俳優であるミュート・ガルフの二人は、ミュー・ガルフと呼ばれるようになり、二人のファンナム名は、ミュー・ガルフの恋人という意味の、ワンジャイと名付けられた。ミュート・ガルフは、ライン TV アワーズ s 2022で、ベストキスシーンを受賞したほか、ハーパーズ・バザー対2月号に、 同志史上初めての BL カップルとして登場した。この時、ファンによるアクセス集中で、ハーパーズ・バザー隊のウェブサイトが一時的にダウンしている。2020年4月5日、インスタグラムのフォロワー数が100万人に達した。2020年5月5日、ニューサポジットスタジオという名前で運営チームが発足し、今後の活動のサポートを担当することとなった。7月以降は、 V ライブチャンネルを開設し、年始には MSS カウントダウンコンサートなどをライブ配信している。2020年11月19日、セカンドシングルニャン NA をリリースし、そのリリース記念記者会見にて2021年にフルアルバムをリリースすること、そして主演兼エグゼクティブプロデューサーを務める新ドラマアクアリウムマン制作プロジェクトを開始することを発表した。 制作にはスパークドラマスタジオが携わる。同年12月にはティザー映像が公開され、2021年2月よりキャスト募集が開始された。2021年2月からワークポイントにて放送された音楽番組 T ・ポップステージにて司会を務める。ソルンタイプ・ザ・シリーズ。キャンパス・キャンパススター。2020年7月30日閲覧。 ソルンタイプザシリーズ。キャンパス、キャンパススター。2020年5月2日閲覧。アンド、テイクメアウト、タイランド EP、17S11 フル HD、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、V イコール NQG、NSJXRRM2020 年5月2日、閲覧。ホワットザダックに、 www.newtv.co.s2020。例 www. 年五月二日閲覧。ハドソン・ザ・ソルンタイプキャスト。ホワイ・ウィアー・マットリー・イン・ラブ・ウィズ・ミューガルフ。フィルム・デリー。二千二十年五月二日閲覧。二千二十。ソルンタイプ・ザ・シリーズ。nawe.com、e、NA. n。二千二十年五月二日閲覧。ミューガルフ。ソルンタイプ・ザ・シリーズ。 ハーパーズバザー・タイランド、2020年5月2日、閲覧。タイランド、バザールト・ヘイランド、2020年5月2日閲覧。エーミリオン・サンクス・ツー・オール・オブ・ユー、輝くハート、1M、赤いほっぺの笑顔。t-h-a-i-l-a-n-d-s-u-p-e-r-s-t-a-r.com。2020年5月2日閲覧。ミューシュパシット・スツーディオ、ミュー・サポジット・スタジオ。 ミューシュパシットスツーディオ MEWSUPPASITPIC.Twitter.com スラッシュ EOT8GBZIUR。マサピシットスツーディオ2020年5月5日、閲覧。Twitter ミューシュパシットスツーディオ2021年1月9日、閲覧。グローバルプレスコンファレンスミューサポジットセカンドシングルニャン LA ブライブ、ニューサポジット、2021年3月7日閲覧。スパークドラマスタジオ、アクアリウムマン、プロダクション、キャスティングコーチング。Facebook、スパークドラマスタジオ、2021年3月7日、閲覧。アクアリウムマンティーザー。YouTube、ムチポジットスタジオ、2021年3月7日、閲覧。キャスティングコールフォー、アクアリウムマンプロジェクト。 Facebook ムチポジットスタジオ2021年3月7日閲覧 2Facebook T ポップステージ2021年3月7日閲覧 31EP 95363131YouTube 1312021年2月27日閲覧 EP 472363フル EP YouTube ワークポイント2021年2月27日閲覧ザ・ウォール・ソング EP 1226 63YouTube ワークポイントフィシャル2021年2月27日閲覧ハイライト44セレブリティ EP 619 663番 31YouTube 44ファミリーゲーム 2021年2月27日、閲覧。オンラインエクスクルーシブ。Facebook、ウッディ。2021年2月27日、閲覧。EP251、17、64。YouTube、ワークポインティフィシャル。2021年2月27日、閲覧。T、ポップステージ、ステージショー MC、TRUEID.net。R U e I 2021年2月27日閲覧 EP34T p o p 1464YouTube ワークポインティフィシャル2021年2月27日閲覧ムチポジットスタジオ 2664GMM25YouTubeGMM25 タイランド2021年2月27日閲覧ライブ Facebook ワークポイント2021年3月7日閲覧 New Supposit Season of You YouTube ムチポジットスタジオ2020年10月15日閲覧 New Supposit ニ,ニャン NFE チャリングナイスクンクス YouTube ムチポジットスタジオ2021年1月9日閲覧 New Supposit Good Day YouTube ムチポジットスタジオ2021年1月31日閲覧ミュージングレサナス truid.net、e、2021年3月10日閲覧メガボルトミューサポジットサマーファイアーワークス YouTube ムチポジットスタジオ2021年6月21日閲覧メガボルトミューサポジットドローニング YouTube ムチポジットスタジオ2021年8月4日閲覧 And, &YouTube キャンディタイランド2021年6月21日閲覧ジョークスオリジナルミューサポジットジョークス2021年6月21日閲覧 It takes to タイドフ2020年11月17日閲覧ゾンマリエブラッシュ YouTube スパイシーディスク2021年3月2日閲覧ザグラスガールズオフィシャルメガボルト YouTube ザグラスガールズオフィシャル2021年8月4日閲覧キャズアワーズ2 0 2 0 n e w 1 8 2 0年8月29日閲覧ハウザ、ベストカップルアワード、ターンタイプ2キャズマガジン、2020年12月28日閲覧 タイクレイジー・アワーズ二千二十、TNN オンライン。二千二十年十二月二十八日、閲覧。マヤ・アワーズ二千二十。マヤチャンネル。二千二十年十月二十一日、閲覧。ショーケースズームダラアワーズアンドショーケース二千二十。ズーム。フェイスブック、ズームダラ。二千二十年十一月二十九日、閲覧。二千五百六十三、二千二十。フェイスブック、ザ・シリーズ。 YTH 2021年1月18日閲覧ありがとうございます。